こんにちは、サクトです。今回も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。サクトのいきなりサックスということで、毎度恒例になりました、格安ソプラノサックスの開封レビューやってみたいと思います。それでは早速いきたいと思います。よろしくお願いします。で、今回届きましたソプラノサックス、ストレートタイプですね、こちらになってます。はい。で、まずはですね、開封の前にいつもお伝えしてますように、この箱の状態というのが非常に大事になってきます。ご覧いただけますでしょうか。はい。今回のですね、箱の状態ちょっと微妙な感じですね。カメラでは綺麗に見えるかもしれませんけども、はい、こういうとこですね、結構箱の潰れがありますね。はい。これからちょっと分かりますでしょうか。ここには何かがぶつかったような跡ですね。穴ではないんですけども、穴が開きそうな感じの状態になってますね。はい。ここも多少ちょっと潰れてますね。はい。こちらの面は、はい、ここも何か擦れたような形でですね、毎回まあ夜よくあるあるなんですけれども、この格安サックスというのはですね、大体中に楽器のケースがあるんですけども、楽器のケースの大きさと箱の大きさが合ってないんですよね。大体段ボールの箱がですね、大きいんですね。大きいのでガバガバになってて、大体緩衝材とか入ってないような感じなので、なのでこういうへこみとかですね、起きやすい状態になっています。まあ、状態としては完全に、まあ、潰れはあるものの、まあまあかなというところですね。50点ぐらいかなという感じで、ちょっとこういうぶつけの跡とかが楽器の、まあ、コンディションにどういう影響があるのかっていうのが気になるところですね。まあ、今回の箱はですね、こういったソプラノサックスと取り扱い注意とかこういうのがあるので、まだいい方ですね。何もないケースもありますので、そういったものは結構運送業者の方とかですね、乱雑に扱われますので、気をつけた方がいいというか、まあ気をつけようがないんですけどね。はい。ということで、早速開けてみたいと思います。はい。それでは開けた状態がこのような形ですね。まあ予想通り楽器ケースがあって、ビニール袋に入ってるだけで、結構ガバガバ隙間空いてます。遊びがあるので、まあ箱が潰れやすい状態になってるということで、それでは、楽器出します。はい。もう、セミハードケースですね。めちゃくちゃ軽いです。これは本当に評価できるところで、ものすごく軽いんで、これは持ち運びすごい便利ですね。じゃあ、オープンしてみますね。はい。じゃん。ということで、はい。このようなんですね。3way、4way、セミハードケースですね。ここに取っ手がありますね。横持ちできますし、ここにもあるんで縦持ちもできると。はい。で、ここに、フックがつけて、ショルダータイプもできますし、ベルトがあればここをですね、背負って、リュックタイプにもできるという優れもので、めちゃくちゃ軽いです。はい。状態見ましても、特に大きな汚れやぶつけたようなへこみとか破損とかはなさそうですね。角もちゃんとなってますし、はい、割としっかりとしてます。このケースで一番気をつけたいのはですね、一番最初に買った時ですね、このファスナーですね、ファスナーついてるんです。ここ小物入れみたいになってるんですけども、ファスナーがですね、いきなり最初買った時ですね、このファスナーが端っこになってて梱包されたままで、この持ち手の部分がですね、半分に壊れてたっていうケースがあったんですけども、まあ、今回はそういうことがなくて、ちゃんと足も動きます。
届きます。中入ってるかな。何も入ってないですね。はい、ちゃんと動きます。はい、それではケースですね、開けてみます。はい、オープン、オープン、じゃん。はい、ということで、はい、ご覧いただけますでしょうか。これが開けた状態になります。はい、このような形でですね、一番最初に、はい、これインストルメンタルということでですね、マニュアルということで書いてますね。まあ、他の動画でも見たことがある方いらっしゃると思うんですけども、まあ、要は分子表です。分子表ですね。このような形でテナーサックスとアルトサックスの運指表が載ってるんですけども、これ一見ありがたく見えますけども、全然見づらいです。実用的ではないですね。これ見て運指を覚えようという気にはなれないようなですね、表記でですねこれは本当にまあ入ってたなという程度のもんですね。しおり程度のもんです。はい、まあ、いつもよくあるもんですね。はい、それでは何からいきましょうか。今回はまた付属品からいきますかね。はい、あ、はい、これですね、リードですね。見えますでしょうか。はい、リード1枚ついてましたね。はい、いつも言ってますけども、ついてるリードはただの木のヘラです。使い物になりません。作りも雑ですね。これも見ても本当にこれはただの木のヘラです。はい、はい、それからこれはネックストラップですね。ネックストラップ1本と白手手袋1つと、クリーニング用のクロスですね。はい、が1枚ついています。それからこれは、ベルトが2つありますので、リュックタイプにするときにですね、これを使って背中に背負えるというような形になってますね。はい。それからマウスピース、はい、マウスピースですね。特に問題はないかな。外観上はこれキャップですね。プラスチックです。はい、こんな形でもう最初からまあリードついてるんですけども、端っこかけてますね。はい、ということで、まあ、このリードも本当に使い物にならないおまけリードです。そしてマウスピースですね。マウスピースで、まあ、外観は特に大きな傷、まあ、小さい傷っていうのは中国製のあるあるなので、これは仕方ないんですけど、一番気にするのはこの裏面ですね。裏のリードが接する面が綺麗かどうかというところで、まあ、このテーブルはいいとして、まあ、サイドのレールと先端の作りがちょっと荒いかな、荒いかなという感じであ、すいません、喉の調子がちょっといまいちよくありませんね。サイドのレールと先端のティップですね、ちょっと作りが荒いんで拭いてみないとわからないんですけども、どうかな、まず付属のリードではならないだろうなっていうのが予想つきますね。はい、ただまあバンドレンとかですね、いいリードを使えばならせることができるかもしれません。で、内側がこんな形ですね。これ普通に丸、ちょっと見づらいですかね、丸い形ですね。はい、よくセルマのコピーモデルだと中の内径がですね四角くなってたりするんですけども、これはストレートな感じですね。はい、あとリガチャ、はい、こんな感じですね。まあ、多少歪みみたいのはあるかもしれないんですけども、まあ普通かなと。まあ、よくあるのが結構こういう蝶ネジの締め金の部分ですね、溶接が切れてるとか取れやすいとかですね、いうところも特に問題ないですね。あと
超ネジがですね、まあちっちゃいやつだとすごいちっちゃくて締めづらいとかあるんですけど、これもややちょっと小さいかな、持ち手の部分ですね、小さめではあるものの、まあ締められなくはないかなという感じで、まあこんなもんだろうということですね。はい、さっきの元の状態に戻してみますね。リードをつけて締め具合とかも確認しますね。はい、特に問題はないですね。結構歪んでるリガチャーですと、この回してる時にですね、この形が曲がって整っていくっていうようなおかしな現象がありますが、これは問題なさそうですね。はい、それではいよいよ、本体の方行きますね。ちょっと手袋はめます。指紋とか汚れとかつかないようにですね、衛生面も気をつけて。はい、それではオープンします。はい、このような形でですね、はい、見えますでしょうかね。はい、プチプチですね。プチプチにくるまさって、はい、普通にビニール袋に入ってましたね。まあ、物によっては不織布みたいなね袋に入ってるケースもありますが、まあ、こういう透明なビニール袋に入ってることもあります。はい、ということで開封しました。あ、ポロポロ落ちてますが、はい、こんな形ですね。まあ、とりあえずこっちの面ですね。はい、やっぱり格安といえどもやっぱり新品はいいですね。綺麗ですね。外観上は特に大きな、なんかぶつけとかですね、破れとか、いや、まあ破れはないですけども、でも一度あったのがですね、このストレートソプラノのベルがですね、思いっきり当たった跡があって、曲がっていたっていうケースが1回ありますね。おそらくそれを楽器屋さんでその状態で発送したのではなくて、必ず通関通るんですけども、税関ですね、そのチェックの際に係の人が中開けて、なんだこれやみたいな感じで見てしまう時か出す時かわからないですけども、誤って滑って落として、曲がってしまったと。それ気がついてか気がついてないかは分かりませんけども、まあ、そのまま入れちゃったというような感じだと思われますが、そういうケースもありますので、外観もですねしっかりと見ていく必要があります。はい、こんな感じで今のところ特に問題ないですね。まあ、中国製のこのタイプ、私が以前持ってた柳沢のストレートタイプに非常に似てますんで、こういう木の作りとかですね、柳沢のコピーしてるケースが多いんじゃないかなと思います。彫刻はうっすらですが入ってます。見えますでしょうかね。はい、彫刻も入ってます。で、特に変なロゴとかですねメーカー名とか入ってませんので、非常にシンプルですっきりしてるんじゃないかなと思います。はい、パッと見た感じはこんな感じですね。で、新品の場合ですね、見えますでしょうか、ここにですねパッキンが、くさび型のパッキンがついてます。これによってパッドがですね、担保の位置がこうずれたりとかですね、バランスが崩れないように、なってますので、新品でお買い上げの方はですね、まずこれを取るっていう作業が必要になります。わからない方はですね、どこに挟まってるのかっていうのが分かりづらいと思うんですけども、まあ、これで言ったらここですね、ここもついてますね。あと裏の方ですね、こことはい、裏面のここにもありますね。こんな感じで、取っていきます。非常に狭いところになりますので、私はこういったピンセットで取っていきます。で、ピンセットで取っていくときにですね、カーブドソプラノなんですけども、狭いところを取ったときに外れてはいけない部品っていうのが一緒にボロッと取れてですね、低音が鳴らなくなってしまったというトラブルがありますので、
非常にこの作業ですね、何気に繊細な気を使うところなので十分気をつけてほしいところです。それでは取っていきますね。まず1個、はい、取りました。それではここですね、取ります。まあ、ここら辺は取れ手でも取れるかな。結構これきついんですよ、がっつりもう入れちゃってるんでこれでもかっちゅうぐらい入れてるんで。でここですね、はい、いや結構気使いますね、繊細ですね。ここですね、はい、これ無理やりガッと取るとですね、この木の裏にですね細い薄いコルクがついてるんですよ。それが取れないようにゆっくりですね、優しく取ってあげてください。それが取れちゃうとキーの動かしてる時にカチャ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 うるさくなってしまいますね。まあ高さ調整でもあるんで非常に大事なところなんで、このちっちゃいコルクっていうのは意外とバカにできません。はい、はい、こちらも取っていきます。このキーって何に連動してんだっけな。はい、取ります。隣も取ります。慎重に、はい、取りました。はい、ということでこれで以上かな、以上ですかね。はい、では、ちょっと触ってみますね。はい、うんうん、ちょっと落としたら嫌なのでストラップをつけさせていただきます。はい、はい、触った感じは特に問題ないですね。格安サックスでよくあるのがめちゃくちゃスプリング硬くてですね、なんか妖精ギプスかみたいなめちゃくちゃ硬いキーのサックスもあったりするんですけども、これはそんなにひどい硬さではない、程よい感じの動きだと思いますね。はい、滑らかな感じ、弱すぎず硬すぎず、まあ、若干小指のテーブルキーが強めかな、まあ、これはよくあるあるですので、まあ、許容範囲内だと思います。今のところ特に問題ないです。で、触っててですね気をつける点は指に引っかかったり刺さったりしないかということで、特にこういうサイドキーとかですね、ここの尖りの部分がですね仕上げが甘いと指に引っかかるんですよ。引っかかって最悪ちょっと血が出るぐらいのですね、負傷することもありますけれども、これに関してはそういう引っかかりがないので、まあ人に優しい楽器かなという感じですね。はい、今のところ特に問題なさそうですね。はい、まあ、それではこれですね、中に、クリーニングロットですねっていうのがありますので、これを抜きます。はい、めっちゃきつきつクリーニングロットなんでこんなにきつくしなきゃ、きつい。はい、取れました。はい、はい、ということで、まあ、中のモフモフですね、これは楽器の中のですね、まあ、クリーニングっていうか、まあ、湿度を取るっていう意味なんですけども、私はこれはおすすめしません。なぜかというと、安いやつはですね結構毛羽立ってですね、あれなんですよ、よくはい、ホコリがついちゃうんですよね。ホコリがついて楽器のキーにですね入り込んで悪さするっていうことがあるんで、私はこれ取って先端部分だけ残してエンドキャップの代わりにしてます。エンドキャップつけることでこのオクターブキーのですね飛び出したキー、これボッコですね、これを曲がらないように守るっていう意味合いがあります。はい、それからちょっと前後しちゃいますけれどもネックです。ネック2つのタイプあります。これはちょっと曲がったセミカードタイプですね、ちょっと曲がったタイプですね。このネッ
でまず気をつける点はですね、今のところこれ外観は特に問題なさそうですね、ちゃんとキーも動いてますね。はい、気をつける点はこの中です。中のオクターブのトーンホールに、外から打ち替えたあの威張り部分がですね残っているケースがあります。これ残ってるとあの音程が全然合わないですし、まあ、スワブ通したらスワブボロボロになりますし、音もこもったような感じになります。これは問題なさそうですね。はい、ではもう一個ストレートタイプですね。ストレートタイプこんな感じになります。はい、で肝心の中どうでしょうかね。はい、綺麗になってますね。この出っ張ってるのはこれは問題ないですね。構造上の必要なものでこれは問題です。威張りはなさそうですね。はい、それでは早速ですねちょっと吹いてみたいと思うんですけども、まあ最初の状態はですね結構コルクカチカチでですねマウスピース入らないのでグリスちょっと塗ってあげますね。さっとグリスを塗ってマウスピースが入りやすい状態にしておきます。これではマウスピースを装着してみたいと思います。まずはあのストレートタイプのネックですねつけてみたいと思います。まあ、つけるときはですねこのオクターブのキーとですねオクターブのロッド、シャフトがちゃんとまっすぐに直線状になるようにセッティングしましょう。ではマウスピース、これは自前のマウスピースになります。ちなみにセルマーの S シリーズ S80 だったかな、はい、ラバーですね、はい、開きはオープニング D とかさそれぐらいですね。あ、今入れてすごく良かったのはあのコルクすごく入りやすいですね。あの物によってはコルクの厚さがですねすごく厚すぎてなかなか入っていかないってとかあるんですけども、これ結構すんなり入っていきましたね。はい、でリードをつけます。リードはこれは私のお気に入りフィブラセルリードで、リガチャーはこれあソプラノロブナータイプがいいね。ロブナータイプが私 お気に入りなので、ロブナータイプのリガチャをつけます。皆さんご存知だと思いますけども、リードをセットするときはマウスピースにまずリガチャをセットしてから、あ、その後リードを入れるようにしてください。そうすることでリードの先端傷つけないようになりますので。それではちょっと試し吹きですね吹いてみたいと思います。音を消してみますね。はい、さてそれでは行ってみます。こんな感じですね。ファーストインプレッションとしてはいい感じですね。一番最初ちょっと音がひっくり返ったのはちょっと手袋してるんで滑りやすいのですね、押さえるところを間違ってしまったということで、ちょっともう一度吹いてですね、調子が良ければ何かさらっとメロディー吹いてみたいと思います。
はい、ということでですね、いい感じですね。特に問題はないと思います。あとはですね、その付属のマウスピースを使って、どれぐらいですね、いけるかというところはちょっと未知数なんですけども、まあ、私の自前のセルマーのマウスピースでしたら問題なく吹けたと思います。意外とですね、このセルマーのマウスピースとかよりも付属のマウスピースの方が相性が良くて鳴るっていうケースも謎なんですけれどもありますので、まあ、そういったところも含めてですね、ちょっと吹いてみないところも ありますけども、艦体自体のバランスもですね、ちゃんと高音もしっかり出ましたし、低音もですね全然力まずに吹くことができました。で、音程もですね、お聞きいただいたように特に、大きな問題はないと思います。あとは演奏者の技術力ということになると思いますので、今回のこの楽器に関しては特に、問題はないかなと思います。はい、ということでですね、はい、まあ、今回もですね、これは合格と判断させていただきます。このようにですね、ちょっとチェックしてですね、問題ない安心安全な楽器、メルカリ、ヤフオク、ペイペイ、フリマ、ラクマで販売させていただいてます。今でしたらバンドレンリード青箱シリーズの2版1枚無料でお付けしてますので、在庫ある限りになりますので、そういったサービスもやってますので、お早めにどうぞお求めください。カーブドタイプも扱ってます。カーブドは音が柔らかいのでメロディー吹いてもすごく気持ちいいですね。で、小さいので女性の方、お子さん、取り扱いやすいと思います。またアルトサックスも扱ってますので、ぜひぜひご覧いただければなと思います。あとストラップとかですね、マウスピース、ネックスクリュー、サムフックも扱ってますので、どうぞご覧いただければと思います。また、楽譜もですね、たくさん作ってます。ピアスコア、ココミューというサイトで、680曲以上ですね、初心者の方向けに、シャープフラットが少ない、反復記号が少ない1ページ完結型のメロディー楽譜を作っています。はい、最近は渡辺貞夫さんのオレンジエクスプレスとか、カリフォルニアシャワー、マイディアライフ、モーニングアイランドとかすごい人気ですね。で、アドリブ収録版っていうのもありますので、鍋貞のアドリブ吹いてみたい、見てみたいっていう方もですね、ご覧いただけますので、よろしくお願いします。もちろん歌謡曲、アニメソングもたくさんあります。名探偵コナン、ルパン三世、銀河鉄道39、ジブリとかですね、ありますので、どうぞご覧いただければと思います。またサックスの演奏に関するですね、吹き方に関するポイント、コツ、サクトブログに載ってますので、こちらもご覧いただければなと思います。リードの調整方法や改造方法なんかも載ってますので、ぜひぜひご覧いただければと思います。ということで、今回のですね、ストレートタイプのソプラノサックス、これは合格 OK ということで、ずっと吹いていたくなるような楽器でした。はい、ということで、初心者の方はですね、新品でもですね、結構調整が必要だったりとかありますので、十分お気をつけてください。はい、ということで今回は以上になります。この動画が面白かった、ためになったと思っていただきましたら、いいねボタン、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは今回は以上になります。ありがとうございました。さようなら。